さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座は曲を弾いててですね、どうしても引っかかる部分、弾き語りでもソロでもそうですけど、スムーズに弾けないところ、そういうのに出会ったことはないですか？はい、そこの攻略方法についてお話しさせていただきたいと思います。はい、新しい曲を弾いたり、レッスンなんかでもそうですけど、新しい曲に挑戦してるとき、どうしても弾けない部分って出てくると思います。この弾けない部分が出てきたということは、上達するということなんです。はい、まあ、克服しないと、そのまま右から左へ流したら上達はしないんですけど、ここを克服することによって次に似たようなフレーズ、似たようなコード進行が出てくると弾けるようになる。で、その弾けるようになるのを数を増やしていけば、そのうちどんな曲でも弾けるようになるというところなんです。で、どうやって練習するかと言いますと、弾けなかった部分が出てきた時に、そのまま曲を全部弾いてないですか。そうすると時間かかるんですよね。例えばその弾けない部分を50回弾いたら弾けるようになると仮定します。これ仮定の話ですけども、曲全部を50回弾くと、4分ぐらいの曲だと4分かける50って何分かかります？その中で出てきたけども、なんとなく流したなんていう感じの、練習になってないですか。そうではなくて、弾けないところだけ、その小節だけ、もしくはその前後の小節も入れて、その一塊のフレーズとして練習するんです。そこだけ練習するんです。そこだけ練習すると、50回弾くのって意外と簡単にできそうな気がしませんか？まあ、あのフレーズによったら100回弾かないとダメ、200回弾かないとダメという、逆に言うと30回でできるというフレーズとかもあるので、まあ仮定の話で50回弾いたら弾けると言ってるだけでありますけども、この数をとにかく弾く、で弾く時に確実に弾く、これが大事なんです。50回なんとなく弾けてないけど、ああ50回やったからもう弾けてるわって、これでは練習にも何にもならない、時間の無駄になりますので、弾けてないところ、弾けるぐらいのテンポまで落として、メトロノームに合わせてちゃんとゆっくりと弾くんです。で、弾けるように、ゆっくりと弾けるようになったら、徐々に徐々にテンポを上げて、その曲、他にいうところと一緒ぐらいのテンポに合わせるまで弾く。はい、なんだったらちょっと早め、10、20早いぐらいのテンポで弾けるようにすると、全体で弾くと、そこの部分もスムーズに流れると思います。はい、こういう練習、これがですね、実は上達へのすごい近道なんです。どうしても弾けないところがあるけども、まあいいやというふうに流したりですね、全体で弾いてるうちにそこも練習になるだろうっていうのであれば、いつまでたっても弾けないと思います。そのうち弾けてないのに、自分の耳がもうこう、麻痺してしまって、弾けてなくて当たり前の状態で流してしまう。で、弾けてない部分がいろんなところにあると、どの曲弾いてもなんかうまくいかない、ウクレレって難しいわ、やめたっていう風になりかねないんですね。そこでこの動画を見た方はですね、そうならないように、弾けないところ出てきたら、それが上達への近道ですから、弾けないところ見つかったら、あ、見つかった、いいとこ見つけたっていうので、そこをじっくりとやっていただく。それをクリアしたら、同じような似たようなとこって別の曲でも出てくるので、出てきた時はスッとスムーズに弾けるようになってると思います。はい、皆さん、あの C のコードと F のコードとコードチェンジ、どうですか？簡単にできる感じはありませんか？まあ初心者の方は別にしてですよ、簡単にコードチェンジできる。でも初心者の方はこれコードチェンジできない。で、練習してコードチェンジができるようになってる。その難しいところでも同じことが言えますので、できるようになります。はい、ぜひ楽しみながらですね、ずっとそればっかりやって苦しくならないように、楽しみながら、コーヒーを飲みながら、またオイルランタンのこの炎を見ながらとかですね、癒されながらウクレレを楽しんでいただければと思います。というところで、今回の動画は以上です。このお話がいいなと思った方は、高評価ボタンのクリックをお願いします。あとチャンネル登録もお待ちしてます。ということで、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。星空を見ること。
から今はまばたきももったいないと思う。ランタンの明かりに行く夜、音がない今、僕は忘れない。いつもいつまででも